岡山市長区三番港にやってきました。イエーイ、谷江さんです。よろしくお願いします。釣り具メーカースタートに所属する谷江さん、今日はどんなミラクル見せてくれるの？今回のロケはですね、はい、なんと今年最後の放送。やった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 なの違うと思う。そうなんだみたいな、今年ももう終わりかみたいな。そっちか、そっちだね。マダイを狙います。はい、まあ、と言いますのも、まあ、今年最後ということなんで、まあ、もう1年の集大成、やっぱりマダイでしょ。今年もいろいろ釣ったけど、大物のマダイをゲットして気持ちよく1年を締めくくりたいね。今回のポイントは、岡山市の三番港を出発して船で30分、玉野市の石間沖。使う仕掛けがこちら。仕掛けは谷由里さんが所属する倉敷市の釣り具メーカースタートの一つ天屋と平場。マダイの習性を知り尽くしたプロが開発した定評ある仕掛けで勝負。では行きましょう。スタート。よし、谷由里さん、釣り方教えてください。釣り方は、そこまで落としてポンポンとアクションをつけて、また落とす、アクションつけて落とすの繰り返しで、はい、で、当たりがあったら、当たりがあったらもう合わせる。合わせる。当たりませんね。当たりません、当たりませんえん。当たりませんね。昭和なギャグ、私は好きよ。その後も当たりませんえんなので、場所を移動。はい、切り替えていこう。あ、いや、根がかりですね、多分。いや、怖い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 。いつの間に、また根がかる。揃って根がかり。あー、もう無理や。なんと今度は2人仲良く根がかり。今年の締めくくり、これでいいの？いや、これ今年最後のフィッシュですよ。散々な感じやん。できた？バラしたかもしれない。そう。あ、いるいるいる。いる？なんかいるな。あ、いる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 。あ、来たータイじゃん。タイだ。イエーイ、集大成。いや、ちっちゃい。ようやく釣り上げたのは、ちっちゃなちっちゃなマダイ。やりました、ポワッソン。いやいやいや、ダメでしょ、これでポワッソンしているようじゃ。逃がします。大きくなってね。バイバイ。さよなら。バイバイ。帰っていった。来た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 。やった。おお、やった。え？あ？え？あ？あ？あ？いる。あ、いるいるやいるいる。あ、バレたかと思った。バレたと思った。違う魚種。ゲットしたのは白口。塩焼きにすると美味しいんだよね。タイではないけど、まあ、私の今年の集大成はこの子でした。いや、早いよ、まだマダイじゃないってところがまたね、谷由里さんっぽくていいですね。その後、当たりがなくなったので再び移動。そしてようやく2人に。おっしゃ、来た来た来た。おっしゃ、食わした。お、これサイズいいんちゃう。めっちゃ引く、めっちゃ重たいもん。うわ、でかいでかい。よっしゃ、いいサイズ。おお、やったー。おー、素晴らしい、おっきい。出た、やったー、出た。やったじゃん、坂台マダイを。いやー、すごいじゃん、坂本くん。まさに今年の集大成だ ね。びっくり。やりました、ポワッソン。でかい、でかい、でかい。どうですか、大きい。これぞマダイ。ありがとうございます、さすがスタートの仕掛けでしょ。
頼むからバレないで。ああ上がってきた、上がってきた。よいしょー、ボッサー、イエーイ、やった、イエーイ、おめでとうございます。ありがとうございます。港に戻ってきました。お疲れ様でした。いや今回はですね、なんと刺身湯引き中華風カルパッチョを作ります。すごいよ、3種類ですよ。すごい弾力よ、プリプリ。あ、本当美味しそう。では湯引きをやっていきます。お願いします。お湯です。はい、これをねかけていきます。うわー、取ってますね。食感が変わるんだ。で氷水イン。いやー、やっぱりちょっとお湯かけたことによって身がね少し締まってるんで、弾力がもうさらにアップですね。うわ、すごいよ。上手にいけるじゃないですか、坂本さん。作り方でございます。はい、はい、この上にまずお塩振っていきます。はい、これも適量で、はい、ごま油。おー、はいはい、美味しいですよね。美味しい、はい、こちらもですね、香りいいですよね。適量。最後にこちらヌートバー。ヌートバー、うん、はい、最後これ入れるやな。ヒットとかホームランだったらこうやってね、なんか腹立たしい。そうですね、完成しました。イエーイ、どうですか。めちゃめちゃ美味しそう。港でやることじゃないです。お刺身からいっていいですか。はい、すごいコリコリ。あ、コリコリ、弾力がすごい。身がめっちゃ甘くて美味しい。2023年はタイが美味しいということを知った年でした。はい、うーん、うまーい。うまい。タイの甘みそして皮のコリコリさ、食感もすごくいい。これお酒に合うよ。よかったね、2023タイの湯引きが美味しいってことを知った年です。一番気になってる中華風カルパッチョ。あ、美味しい。ごま油合うね、合うね、その後にやっぱりあの胡椒、この胡椒の香りも。いや、2023谷上さん、はい、マダイのカルパッチョが美味しいと分かった年じゃないですか。こんな美味しい料理も作っていただけ、はい、私は幸せでございました。いや、ありがとうございました、はい、じゃあ来年もまたマダイバンバン釣って、バンバン食べましょう。バンバン食べましょう、はい、はい、そんな年にしたいと思います。皆さんもぜひねやってみてください。かなり美味しいです。